寝ている間もダイエットが進む9つのアドバイス。定期的に運動をすることがダイエットや健康にいいことは明白な事実ですよね。しかし毎日運動できますか？できませんよね。では毎日寝ますか？もちろんです。なんと夢の中にいる間にも体重を減らせる方法があるのです。早速見ていきましょう。おっと、その前にブライトサイドにチャンネル登録をして通知をオンにするのをお忘れなく。最新動画をいち早くチェックしてくださいね。1、寝る前にプロテインを飲む。2014年の調査によると、寝る前にプロテインを飲むと寝ている間に消費するカロリー量が増えるということが分かりました。感激ですよね。しかしそれだけではありません。プロテインは筋肉を修復してくれるのです。筋肉が多いほど寝ている間のカロリー消費量も多くなります。ですから寝る前に 30g のプロテインドリンクを飲むようにしましょう。それだけですやすや眠っている間に体重を落とす効果がありますよ。2、夕食の量を減らす。ダイエット中であろうとなかろうと食事の量を少なくすることは良いことです。必要な量だけを食べることになり、食べ過ぎて気持ちが悪くなることもなくなります。特に夕食の量を減らすことは体にいいことだらけです。熟睡している時に脳は成長ホルモンを分泌します。夜遅くに食事をすると、この成長ホルモンは食べ物をエネルギーとしてではなく脂肪として蓄えてしまいます。これがどういうことかは分かりますよね。お腹周りにお肉が溜まっていくのです。夜の食事量を減らすだけで体重はすぐに落とせますよ。3、アルコール制限。お酒は人付き合いや特別な日の必需品ですよね。しかし毎日、特に寝る直前に飲むのはよくありません。情報雑誌クリニカルラボサイエンスのクリティカルレビューに記載された記事によると、寝る直前にお酒を飲むと体は睡眠中にアルコールを分解します。この過程は睡眠中に最もカロリーを消費するレム睡眠を妨げます。夕食にワイン1杯を飲むのは結構ですが、就寝前の3時間はアルコールを摂取しないようにしましょう。そうすれば質の良い睡眠、同時にカロリーを消費してくれる睡眠が得られます。4、規則正しい睡眠時間。十分な睡眠をとることが健康にとって大切なことは言うまでもありませんね。しかし多忙な日々、深夜の映画、そして最近のハイテク機器が私たちを寝かせてはくれません。もう寝る時間だと分かっていても、 YouTube 動画のあと1話くらいなら大したことないと思い見続けてしまいます。そして気がつくと午前3時を回っていたなんてことありませんか？本気で体重を落としたいと思うなら、この悪習慣を改善しましょう。毎日同じ時間にベッドに入り、7、8時間の十分な睡眠をとれば、体はもっとカロリーを消費してくれます。栄養についてのあるアメリカのジャーナルによると、しっかり睡眠、休息が取れている人は、十分に睡眠が取れていない人よりも食後に 20% 多くのカロリーを消費するとのことです。睡眠習慣を見直して理想のボディを手に入れましょう。5、就寝前の運動を避ける。もちろん運動は健康にいいです。すでに生活に取り入れている方はそのまま続けてください。しかし正しい時間にやるようにしましょう。就寝前はよくありません。運動すると鼓動が激しくなり、体が活動状態になるため、就寝前に体を動かすと十分な休息が取れなくなってしまいます。代わりに朝に運動すると体が目覚めるので良いでしょう。体の目覚ましになり、エネルギーが湧いてきますよ。もし何らかの理由で朝に運動する時間がないのであれば、少なくとも就寝の4時間前までには済ませましょう。6、寝室の電子機器を切る。少しアンケートを取ってみましょう。スマホを枕元に置いて寝る前と朝一にチェックすることを欠かせないという方は、この動画の高評価ボタンを押してください。いいんですよ、仲間はたくさんいます。しかしこのやめるのが非常に困難そうな習慣も、改善しなければならない悪習慣の一つです。ハーバード大学の研究によると、
タブレットやスマホのブルーライトの短波が睡眠を促すホルモンであるメラトニンの生成を抑制することを明らかにしました。ダイエットとの関係についてですが、シンガポールを中心とする研究者たちの他の研究によると、長時間テレビを見ると肥満とアディポネクチンの生成量に関係するトリアシルグリセロールの分泌量が増えることを明らかにしています。アディポネクチンとはグルコースレベルと脂肪酸の分解を調節するタンパク質です。つまりスマホなどの電子機器は睡眠の妨げになっているだけでなく、体が脂肪を燃やすのも妨げているのです。寝る時間になったら電源を切ってしっかり睡眠をとりましょう。7、暖房を切る。気温が低い状態で寝ると体を温め、お腹周りの脂肪を燃焼させる役割を持つ褐色脂肪細胞の割合が高くなります。ある薬学雑誌の調査によると、18度の部屋で寝た人は暖かい部屋で寝た人よりも75カロリー多く消費することが分かりました。ぜひ試してみてください。結果に驚くはずです。8、真っ暗闇で寝る。ダイエットを助けるもう一つの簡単にできるアドバイスは、寝るときに全ての明かりを消すことです。暗闇で寝ることで体がメラトニンを生成します。先ほど出てきた睡眠ホルモンですね。ホルモンに関する科学雑誌の研究によると、メラトニンは睡眠に良いだけでなく褐色脂肪細胞の生成にも関わっているとのことです。覚えていますか？褐色脂肪細胞は体温を上げ、お腹の脂肪を燃やしてくれる組織ですよ。暗闇が怖いという方は、廊下や近くの部屋の電気をつけてもいいでしょう。ただし、ドアの開き具合を調節して、光が入ってきすぎないようにしてくださいね。9、裸で寝る。変なことを言っているように聞こえるかもしれませんが、裸で寝ることは健康にとても良いのです。パジャマを着ていたらできないような自由な動きができるだけではなく、体型にも変化をもたらします。さらに服を着ないと体の体温が下がるので、先に述べたいように休んでいる間にも体はより多くのカロリーを消費します。こうしてほっそりした健康的な体を手に入れることができるのです。めんどくさがり屋さんでもできる他のダイエット方法を知っていますか？下のコメント欄で教えてくださいね。動画を友達にシェアして、ブライトサイドにチャンネル登録もお忘れなく。